紫外化視近赤外分光法は外、可視、お及び近赤外領域の光吸収を測定する分光法である。通常2001500ナノメートル程度の波長範囲について測定する。一般にこの範囲の急行は分子内の電子繊維に由来する。繊維過程としては ππ 繊維、nπ 繊維、dd 繊維、金属、肺シ師間電解道。 原子化間電解導移動などがあるが、このような繊維過程を持つ分子は比較的少ない。従って、本法の対象となる資料は限られたものとなる。しかしながら、測定が容易であること、結果が肉眼での観察と一致し分かりやすいこと、分子によっては極めて特徴的なスペクトルを示すこと、スペクトルが 物質の状態によって敏感に変化することなどから特に錯体化学や分析科学で頻繁に用いられる測定法である。可視光領域ではタングステンランプ、紫外光領域では重水素ランプが用いられる。シングルビーム方式では資料室に一つの資料だけが設置できる。ダブルビーム方式ではサンプルの他に対象サンプル用の設置台がある。 対象サンプル側で溶媒による吸収や光源強度の変動を測定することで、その影響を差し引くことができる。資料を透過した光をモノクロメーターで分光する。光検出器としては光電子倍増管などが用いられる。数に示すように、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、ペントセンのそれぞれの吸収スペクトルの例を示す。 スペクトル左側の灰色値の領域が紫外領域、右側の灰色値の領域が近赤外部である。強弱パイデン主が長くなるにつれ、極大吸収波長ラムダが長波長側にシフトして行くので、吸収が紫外領域から可視領域へと進展していく。紫外可視近赤外分光法では、分子の光が吸収する度合いを調べる。分子の光が吸収するエネルギーは、 電子繊維のエネルギーを持った光以外に振動や回転のエネルギーを持った光も吸収してしまうため連続スペクトルになる。ありがとうございます。